はい、チーム T-Rex の皆さん、こんにちは、トシです。いつもありがとうございます。快楽主義にね、世の中こう溢れてると、昔からもちろんそうですし、人間のね、その快楽主義をね、快楽を求めるっていうね、人間のね、あの欲望ね、全然悪いことじゃないし、もちろん それで進歩したことももちろんあるんだけども、なんかね、ちょっとやっぱりね、行き過ぎてるような気がするという、今日はね、そんなお話をしてみたいんですけども、面白いかどうかわからないんですけど、申し訳ないです、今日はね。それで、そうですね、テレビとかさ、僕はそんなに見ないけれども、いろいろこう宣伝ね、いろいろあるでしょ。それで見てるとやっぱり快楽主義、つまりそのグルメとかさ、美味しい食べ物とかさ、楽しいアトラクションとかギャンブルとか、あと安い、とにかく安いとか、そういうのでに溢れてるじゃないですかね。で、もちろんさ、お店がお客さん呼びたいんだから、あの安いですよとか美味しいですよとか、そうですよ、それはもう快楽を前面に出すのはもちろん当たり前ではあるね。そうなの、そうなんだけどさ、なんかそれに我々が飼いならされちゃうというか、慣れちゃうのがね、あんまりこう良くないな、なんてちょっと思ってて、そうなんだよね、慣れちゃったら良くないかなと思ってるんですよね。もうさ、どこ見てもそういうあれじゃないですかね、やれグルメだ、ね、やれ安いだ、デカ盛りだとか、ね、ギャンブルもそうかもしれないけども、で、ね、初めに言ったように絶対悪いわけじゃないですよ。それを追い求めるのは人間のあれだから、本能だし、いいことだし、それで進歩してるところもあるんだけれども、なんかね、行き過ぎてるような気がしちゃって、もうちょっと忘れちゃうんだよね。そうすると何かこの、すぐにさ、いいものが手に入るっていうのに慣れちゃうとさ、あんまり良くないかなってちょっと思うんだよね。昔はさ、例えばさ、待ち時間になってさ、あったとするじゃない、10分待たなきゃいけないとするじゃない、例えばね。で、今だったらさ、スマホ取り出してさ、何にも しないで待たなきゃいけないっていう状況の時、スマホ取り出してちょっとだけニュースとか見てれば、ちょっと気が紛れるっていう、そういうもうすごい便利じゃん、これでもね。でも昔はなかったわけだから、10分待つなんて大したことなかったかもしれないけど、今はもう10分待つのかと思うと、あ、どうしよう、何し どうしようみたいになっちゃってね、スマホなかったらもうパニックになっちゃうぐらいの勢いだよね大げさに言っちゃうとね。昔なんかね、40分も何十分もかかって僕ね、学校行ってたんだけれども、電車に乗って、だ、ごめん、電車に乗って、満員電車に乗って、その満員電車中って何もすることないんですよね。あの満員電車だからなかなか本も読めないし、で、音楽も聴けなかったから、僕の時の時代はね。だからでも今だったらスマホでみんな見れるもんね。そう、でも、そう、それは悪いことじゃないんだけども、悪いことじゃないし、その例えばじゃあ文明の利器を使うなって言ってるわけでもないし、ね、真冬にね、あの暖房使うなとかね、エアコン使うなとかね、そういうことじゃないのね。そういうことじゃないんだけれども、どうもね、そのすぐにね、快楽がね、すぐにですよ、すぐに手に入るっていうのがすごく多いから、やっぱり世の中それにどんどん慣れちゃうと、ちょっと苦労して何かを習得するっていうのがだんだんこう、いや、そんなの面倒くさくねみたいな、すぐに手に入らなきゃね、嫌だなっていうふうになっちゃうのかなと思って、前も話したけども、何か分かんないことがあった時に図書館行ったとかね、あと本屋さんに行って本、その専門の本を買ってきて調べたっていうのだったのが、今スマホ1本でポンとすぐできるから、これはとっても便利だしいいことなんだけれども、どんどん飼いならされてるというかね、行き過ぎるとなかなかそれがね、例えばちょっとここから音楽の話になるけども、無理やりつなげるわけでもないんだけども、音楽をね、やっぱりね、やっぱり少なくなってるじゃないですか、なんかこうやってる人がね、少なくなってると思うんですよ。これはね、だからこの快楽主義がすごい行き過ぎてるからって結びつけるのもどうかと思うけど、ちょっと思うのが、音楽ってさ、すぐに習得できないよね、やっぱり。すぐにじゃあライブハウスに出て演奏して、ああいう風にやりたいって思ってもすぐにできないですもんね。当然のことながら1年や2年はかかりますよね、頑張っても。そう、そんなにさ、今の人待てるのかって話ですよ。いやいや、めんどくせえわって、そんなすぐにね、家帰ってすぐビール飲みたいんですけどっていう、そのそれがギリ待てるぐらいの期間だとしたらね、バンド始めましょう、1年後にライブやりましょう、こんな待てないわみたいなにね、あの結びついちゃうのかななんて思うんだよね。だから、そのバンドというか、ただ自分の例えば音楽やりたいなっていうさ、欲求があるとするじゃない。そしたらパソコンの中で作るとかね、自分でもうすぐ作っちゃう、これってもう自分で作れるじゃないですか、人のこと当てにしなくていいし。あと例えば、本当は楽器習得したいけども、それもちょっと面倒くせえわ、だけど音楽作りたいわ、だったらこのソフトを使おうみたいな、
音源使おうっていうね、そっちでもねできるからね。そうだから楽器をねこう習得するとかね、歌を習得するとか、あの歌だってさ、やっぱり今さカラオケボックスっていうのがすぐあるからすぐに歌えるよね。すぐに、バンド作んなくたってすぐに歌えるわけ。ギター弾けなくてもすぐに歌えるわけ。だからどんどんそれがね、まあ、一概に本当に、ね、悪いとは言わないんだけれども、あの企業側も我々もそうなんだけども、どんどんね、快楽ばっか求めるようなことをやってるのもどうかなってちょっともうなんか哲学的になっちゃうけどね、こんなこと言ってるとね。そうだからさ、もうちょっとさ美術、芸術とか美術とかさ、そういうのもさ発展したいよねって思うのね、僕はね。そういう快楽だけじゃなくて、そうあのちょっと話変わるけどもさ、うちのギタリストがさ、なんつったっけ、あの絵が好きでさ、青いこうターバンを巻いた女ってなんだっけ、あれ少女、あれを描いた人ね、あれがすっごい好きで、フェリーニじゃなくてなんだっけ、なんかそんな名前だったよね、ごめん忘れちゃった。でその美術館に行ってだよ、その彼はねすごい大好きなの、その絵が、その画家の絵がすごい好きなの。だから美術館に行くの、見に行くのよ。すごいでしょあいつ、ああいう趣味があるのよ。でさ、海外もちゃんと本物見たのかな、見に行ったのかな、見に行った。で日本に来たらもう必ず見に行くんで、時間取ってね。そしてだよ、その絵画の自分の好きな絵の前に3時間いたっていうんだ。3時間ずっと見てたっていうんだよ。こういうねことができる人が増えてほしいんだよね。なんていうのかな、うん、これってすごくなんかさ、すぐに快楽じゃないじゃん。例えばさ、食べることってさ悪いことじゃないけど、すぐに快楽じゃんね、寿司食べたらすぐ快楽ですよ。自分のね、何の苦労もなく食べるっていう行為でってもうすぐに快楽になるわけだけど、その絵を見て感動するっていうのは多分ね、すぐの快楽じゃないですよね、これっていうのはね。やっぱりそれなりのなんていうのかね、その見る目をね養ってですね、そして、その見ることによって感動するっていうのは植物的なものじゃないからね。何かこうね、そうだよね、うん、そういうものをね、まあ、音楽もそうなんだけれども、メロディーにすごく感動したとか、これはある程度音楽を初めの頃、確かに小学校の頃とかでもね、音楽あふれてて、この曲好きだな、この曲そうでもないなっていっぱいありましたよ。それも植物的かもしれないけど、そこからどん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 こう自分なりに、あ、こんないい曲があるんだ、感動した、もっといい曲あるかもしれないって探しに行ったとか、そういう風にやってどんどんどん積み重ねていって、そして今に至るわけですけれども、これってもう何十年もかかって、今のね僕で言ったら音楽の知識というか、その音楽を聴いて感動するっていうのを得るに何十年も経ってるわけですもんね。何十年もかけてやっと、こういう風になって、そして音楽を自分なりに聴いた時に、これはめちゃめちゃ感動したっていう、この一つの快楽ですよ。これにやっとたどり着けたのね、うん、でもさ、こういうこと全部放棄して、はい食べました美味しいですとかさ、それだけだとここまでたどり着かないんだよね、さすがにね、うん、まあよっぽどグルメになって舌を超えさせるっていう 方向もあるかもしれないけどね。でもね、その芸術的な方向っていうのはだいぶ苦労しなきゃいけないというか、習得するのに時間かかるっていうものをね、今ねみんなね、いやめんどくさいでしょ、めんどくさいでしょみたいな、もっとはいすぐできますよ、すぐ美味しいですよ、すぐ楽しいですよの方に行き過ぎてる気がするのね。もうちょっと習得するの大変だけど、その代わりすごく深いものなんですよっていうのも、もっとさ、なんかこう世の中にこうね出してほしいというかね、そうだよねって思うんだよね、うん、でも分かります、言ってることあんまり分かんないですかね、うん、なんか植物的って、なんかすぐに快楽に結びつけるものが多すぎるっていうことを言いたいだけなんですよね。もうちょっと深いものもね、みんな探求しましょうって思うんだよね。音楽なんかもそうだからさね、そう本当だから音楽習得してる人はすごいなと思いますよ。すごい大変なことをやってやっと習得してね、ああ楽しいってなるじゃないですか。ああ弾けて楽しいとか、あうまくいったとか、みんなと合わせた時、ああなんか今のすごい良かったねみたいな、あれなんて相当修行積まないと、あの快楽って分かんないですもんね。初めての方が、いや演奏したどうでした、いや楽しかったけど何が何だか分かりませんでしたって当たり前ですよ。それは当たり前ですもんね。それを何年も何年も積み重ねて、修行じゃないけども自分を磨いていって、そして
到達するレベルで、すっげえ今の良かったねっていうこの快楽、この快楽っていうのはもうね、楽器始めた人にはすぐにの人にはもう味わいなことだから、これすごいことをやってるんだなってね、音楽やってる人はね思うんですよね。音楽に限らずだけどもね、そういうことをね追求した人、だからもっとそういう風なもう方向もね、どんどんあった方が僕はいいなと、人類のというか、なんか民度が上がっていいんじゃないかなと思うんだけどもね。そうなんかまた取り留めない感じになってしまいますけど、また聞いてください。ありがとうございます。